ミア・ファロー、ミア・ファロー、ミア・ファロー、1945年2月9日体は、アメリカの女優、40本を超える映画に出演し、ゴールデングローブ賞、英国アカデミー賞を含む、多数の賞を獲得した。カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれ、父親は、オーストラリア出身の映画監督ジョン・ファロー、母親は、女優のモーリンオをリバン。 子供の時小児麻痺にかかり、鉄の肺の中で1年を過ごした。1947年に彼女は母親の出演作でデビュー。1950年代に彼女は冷戦教育映画、ダックカバーに出演した。ファローは父親の反対にもかかわらず、女優を志し、1960年代、本格的に女優として活動し始めた。 1963年には舞台デビューを果たし何本かの映画に脇役で出演。1964年から放映されたソープオペラベートンプレイス物語でライアン・オニールと共演して広く知られるようになる。1974年から1977年までロンドンのロイヤル・シェイクスピア・カンパニーでチェーホフ、ゴーリキー、ドルカ、 シェイクスピアの舞台劇の主役を演じた。1968年映画ローズマリーの赤ちゃんで映画初主演。ファローはローズマリーの赤ちゃんでの演技によって数々の賞を獲得しトップ女優としての地位を確固たるものとした。映画評論家で作家のステファン・ファーバーは彼女の演技を痺れるような衝撃。これは俳優と役柄が奇跡とも言える。 神話的な合致を見せた稀な例の一つである。アイラ・レビンの物語の鋭いくさびがべての妊娠している女性の自分の中で見知らぬものが育っているという恐怖ならば、ミア・ファローはそれらの恐怖にリアルな人間らしい説得力を与えていると評した。映画評論家のロジャー・イーバートはこの映画の輝きをより引き出しているのはロマン・ポランスキーの演技指導。 そして間に素晴らしい演技の連続。キャラクターは物語を実際生きる人間となって現れる。この異業のための多くの賞賛が、ローズマリーを演じるミア・ファローのものになるべきだと評した。ローズマリーの赤ちゃんの後、ファローは秘密の儀式でエリザベス・テイラーと共演。この映画の評価は分かれたが、熱心なファンを生み続けた。60年代後半に出演した映画。 ジョンとメリーではダスティン・ホフマンと共演した。1970年代、ファローは有名な映画に数多く出演した。1971年のスリラー、見えない、恐怖。1972年にはクロード・シャブロル監督のジャンポール・ベルモンドの交換結婚。1974年の華麗なるギャツビーではデイジー・ブキャナンを演じた。また、 1978年には、ロバート・アルトマン監督の、ウェディングにも出演した。また、1976年のミュージカル版、ピーター・パンほか、多くのテレビ映画でも活躍した。1980年代と1990年代前半には、監督・ウディ・アレンと数々の作品で一緒になる。その当時のアレンの映画にはほぼ全部出演している。主な作品は、 ハンナとその姉妹、カイロの紫のバラ、ブロードウェイのダニーローズ、アリス。また、スーパーガールでは、スーパーガール、カーラの母、アルーラを演じた。1982年のアニメーション映画、ザラストユニコーンでは、声優としてユニコーンの声を吹き替えている。ファローは幼い子供の養育に専念するため、1990年代は、それほど頻繁に働かなかったが、 それにもかかわらず、いくつかの有名な映画に主役として出演した。1994年には、アイルランド映画、ウィドーズ・ピーク。1995年には、マイアミ・ラプソディ、レックレス等。また、1990年代と2000年代前半には、数々のインディーズ映画やテレビ用映画に出演している。近年、ファローは2006年にリメイクされた。 オーメンで悪魔のようなウバ、ベイロック夫人を演じた。映画自体は批評家のかんばしくない反応を受けたが、ファローの演技は広く称賛された。AP 通信は、ミアファローの存在を天に、感謝と配信、彼女の演技を、古いものを改良する新しい、前兆の稀な例と称えた。FILMCRITIC.com は、加えて、ファローが人気をさらった、そして、 シアトルポストインテリジェンサーは、地獄から帰宅地のうまいウバを演じ、続々するほど間に迫ったミアハローの演技は、ローズマリー、彼女自身のための、実に美味しい復活の役柄と述べた。2007年9月現在、日本公開の最新作は、リュック・ベッソン監督のファンタジー映画、アーサーとミニモイの不思議な国、三部作。他にも2007年に公開予定の完成作が、 数本待機中。その中の一本は、ミシェル・ゴンドリー監督、ジャック・ブラック、ダニー・グローバーと共演の僕らの未来へ逆回転。ミア・ファローは子供の権利を積極的に訴えている。主にアフリカの紛争地域の子供のための意識向上と基金集めのために活動している。ファローはユニセフの親善大使であり、ポリオを根絶し、 彼女の幼い頃のように病から救われるように広い範囲に働きかけた。彼女は2004年11月と2006年6月の2度、ダルフールに旅行。ダルフール難民保護のためにスーダンのユニセフで働いていた彼女の息子ローナンファローを伴った。ミアファローの撮ったダルフールの写真は2006年7月にピープルに掲載された。また、 ファローは2006年7月25日にシカゴトリビューンで発行されたダルフール難民の危機に関する記事を書いた。1968年、ファローは有名なインド旅行を決行。その年の前半を、リシケイシュノター・プラデッシュにあるマハリシマヘイシュヨギーのアシュラムで超越瞑想を学ぶのに費やした。この訪問はメンバーがビートルズ、ドノバン、マイクラブ、 ザ・ビーチ・ボーイズのリードシンガー、プルーデンス、ファロー、ミアの妹、ジョン・レノン作の歌、ディア・プルーデンスのモデルとなった人物、そしてミア・ファローと会って、世界中のメディアから注目を集めた。ファローは、歌手のフランク・シナトラと1966年に結婚した。彼女が21歳、シナトラは50歳であった。しかし、ローズマリーの赤ちゃん撮影中、シナトラは、 離婚届にサインするように要請。1968年に離婚した。ファローはユダヤ系ドイツ人のピアニスト、アンドレ・プレビンと1970年に再婚。当時プレビンはクラシックの指揮者に転校して間もない頃で英国のロンドン公共楽団の音楽監督だった。プレビンがロンドン公共楽団を指揮して EMI に録音した音楽物語、ピーターと オオカミでナレーターを務めるなどの協業もある。プレビンの前妻で、ソングライターのドリー・プレビンは、夫が自分を離れたのは、ファローのせいだと非難、彼女を非難する、歌、ビュェア・オブ・ヤング・ガールズを書いた。ファローとプレビンは双子を含む3人の子供を設け、養子をベトナムから2人、韓国から1人迎えた。韓国から迎えた1人は、後に、ウディ・アレンの妻となる、スン・イコール・イー。 プレビンでファローとプレビンは1979年に離婚したが、その後も良い関係を保った。1980年代から90年代にかけて、映画監督のウディアレンと共に過ごすようになるが、二人は、結婚は、愚か一緒に住むこともしなかった。二人の間には、息子が一人おり、また共に、女の子と男の子を一人ずつ養子にしている。二人の関係は、ファローの幼女、 スンイコールイー、プレビンとウディが交際し始めたことで終わりを迎える。この問題は法廷にまで持ち込まれ、ウディはスンイコールイーを含めファローの娘たちに対する幼児虐待で訴えられたが、後にこの訴えは取り下げられている。ファローは1970年代より貧困地域の子供たちを養子に迎え入れていることで知られている。その多くが、 受け入れが難しいと思われた身体障害者だった。ファローにはアンドレ・プレビンとの間に三人の養子と三人の実子がいる。さらにファローはウディ・アレンとの間に実子一人と養子二人を設けた。ファローはその後単独で新たに五人の子供を養子にした。最後の子供は1995年に迎え入れられた。ファローは十四人の子供を持ち、 そのうち10人は養子である。ファローはユニセフとの関わり合いでも見られるように政府機関で養子の奨励に積極的に取り組んでいる。ファローは養女スンイコール E、プレウィンとウディアレンの結婚以来、スンイコール E と疎遠になった。ファローはロンドンオブザーバーでこのことを悲劇と形容し、スンイコール E は二度と戻らないでしょうと述べた。ファローはスンイコール E について、 彼女は韓国の路上で保護され、アメリカの孤児院に連れて来られました。そして、スミコールイーの側から考えれば非常に偏狂な考えですが彼女は韓国から来た小さな孤児という境遇をもっと良い境遇に変えたのです。多分、彼女が責められることはないでしょうと語った。ファローに養子に取られた10名のうち、3人は若くしてすでに亡くなっている。 ファローの幼女、ラークは、貧困に苦しんだ末、エイズによる肺炎により2008年に35歳で、亡くなっていファローの幼女、タム・ファローは、長患いの末に2000年3月、19歳で、亡くなった。しかし、養子の一人、サディアスの証言によれば、実際には、タムの死因は、薬のオーバードーズによる札であるという。2016年9月21日、 養子の息子のサディアスが車の中で命に関わる、怪我を負っているところを発見され、病院に搬送されたが、その後に死亡した。27歳ボーツ。検視官によると死因は自ら胴体を撃った、自殺であることが明らかになった。国連親善大使のほか、ダルフール紛争解決へ向けた活動を行うなど、社会的な一面も見せる。後者については、 2007年3月、紛争を解決しようという姿勢を見せない、中華人民共和国を牽制するために、北京オリンピック組織委員会顧問のスティーブン・スピルバーグに抗議活動を行い話題となった。抗議との関連性は不明であるが、翌月、スピルバーグは中国国家主席に対し、紛争解決を働きかける要所感を送った。2009年には、ハンガーストライキも行っている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。